ちから。あれだけのことでした。ねえ。下の葉のない時期なんだ。あ、そうだったね。下の葉のない時期でしたね。下の葉のない時期でした。そうだ。これからですね。夏なのね。これはあそこから組み上げてるのかしら。冷たい？芸術を守り伝えるため30万人の力によって誕生した六山美術館の建設記録です。日本近代彫刻の先覚者荻原守衛号六山は1879年明治12年長野県南安住郡東穂高村に生まれました。荻原守衛が育った安住野は北アルプスの麓に水田が広がる稲作農村地帯です。ここに映る昭和32年当時の生家周辺は明治時代と変わらないのどかな農村風景を残しています。かやぶき屋根の母屋に白壁の土蔵、信州安曇野の典型的な農家が荻原守衛の成果です。設計者早稲田大学建築科主任教授今井。上京からわずか1年半、留学を決意した森江は洗礼を受け、1901年明治34年3月ニューヨークに向かい旅立ちます。アメリカに渡った森江は苦労の末にニューヨークの富豪フェアチャイルド家に住み込みで働きながら、学牧として美術学校アートスチューデンツリーグで絵画を学び、渡米から2年、わずかな資金を懐に憧れのパリへ渡ります。パリに渡った森江は画学校アカデミー・ジュリアンに通います。腕一本卒業しないやつは何をやってもできるものではないということに絵画修行に励むのでした。渡仏から約半年、資金も尽きてニューヨークに帰ろうとした矢先、森江はロダンの考える人に出会います。そしてその力強い生命感に異部類を覚え、一気に彫刻家になろうと決心します。ロンドンを回りニューヨークのフェアチャイルド家に戻った森江は
再びパリへ渡るために学木を続けます。美術学校を変え、彫刻を学ぶための人体素描の修練に励みました。契約を重ねた森江は、今度は本格的に彫刻を学ぶため再びパリへと渡ります。パリではアカデミー・ジュリアンの彫刻部に入学。本格的な彫刻の修行が始まります。森江は念願のロダンと会うこともでき、ムードンにあるアトリエも訪ねました。ジュリアンの教室で森江の彫刻の才能は頭角を見せ始め、校内のコンクールでは常に上位で一等を二度獲得するほどでした。夏休み中にはロンドンに渡り、ニューヨークで知り合った高村光太郎と連れ立って美術館を巡りました。この頃、自らを初めて玉山と名乗ります。この頃の作品には女の胴と甲府が残っています。女の胴はパリ留学時代、アカデミー・ジュリアンの彫刻室で作られた作品です。隣の教室のモデルの美しさに惹かれて作られたこの作品について、荻原は、僕の目に強い印象を与えた脇下から腰のあたりに落ちてくる線の美だけは自分でもうまくできたと思っていると話しています。甲府はアカデミー・ジュリアンを訪ねた友人高村光太郎が、ぜひ石膏にとって日本に持ち帰るよう強く勧めた作品です。若いイタリア人のモデルが綱を引くポーズ、作品からみなぎる大きく堂々とした立体感が空間に呼応しています。神戸に上陸した森江は郷里に帰国の挨拶を済ませ、京都、奈良へと赴きます。郷里の先輩相馬愛蔵、国交のパン屋中村屋は、昨年の夏には新宿支店を本店に建て替えて家族も共に移り住みました。森江は午前中の制作を終えると、中村屋に足を運んでモナカの缶詰を手伝い、家族同様に過ごしては子供たちの面倒を見ていました。と、愛蔵の女性問題に苦しむ相馬国交への登場は恋愛へと変わり、叶わぬ境地に家は苦悩します。1908年秋、森江は第2回文献出品後から体調を崩し、床に伏す日を送っていました。11月下旬からようやく制作台に向かい、女が苦悩し身をうつ伏せるしたエステや絶望に取り掛かります。制作は年を超え、翌1909年3月に完成しました。国交の幼い次女が時々見せる姿から連想されたポーズでした。織江はロダンの隣人のようになってしまったと言葉を残しています。荻原がこのポーズにこだわった理由、それは相馬愛蔵の浮気を知り、その裏切りに反問する国交の絶望の姿、そして国交への思いを捨てされない森江自身の苦しみもデスペアに現れています。1909年の夏、働く姿ではなく労働の合間の休息のポーズを作品にしたのが労働者です。農夫だったという男の
最も自然体の姿です。第3回文典に出品した労働者は現在の姿とは異なります。展覧会後に左腕を肩から手首まで切り取り、その後両膝先を時間をかけて地穴ごと取り外しています。森江の当初の制作意図はなくなり、純粋な彫刻としての存在が残されました。日本近代彫刻の最高傑作とされる女。1909年12月、年末から始めた制作は寒い冬を越え、桜のつぼみが盛りにほころぶ季節の3月に完成しました。粘土の凍るような寒い日には、荻原は自らの衣服を制作途中の像にかけ、凍結を防いでいました。岡田緑という若い女性がモデルを務めていますが、荻原の切実な思いが相馬国交を心のモデルとして捉えています。後ろで手を組み、地に足をつけ立ち上がろうとする苦難な姿は、依然として続いていた相馬国交への愛と苦悩に悩む荻原自身の心の表れでもありました。その相国は美と生まれ変わり、螺旋状の構成は混沌の状態から純粋なものに高められて、苦悩を克服し昇華した女となっています。精魂を傾けた女の制作を終え、20日余り経った4月20日の夜、荻原は中村屋の居間で突然血を吐き倒れました。ロマンに満ちた芸術家荻原守衛は国交胡亥に認められ、30歳5ヶ月の生涯を終えました。もう本当にものすごくいいね。この角度がいい。感じがいいし、座れって言ってここに来たらさ、みんな座れって言ってるよ。どれどれ。ちょっと。いや、もっと腰深くしない。それでもいいんだよ、それでも。読みもこれ。やっぱりでも体大きな人じゃない。こういうなってるからね。すごいよね。みんな結核だよ。でもみんなロマンチストっていうかさ。うんね、でもそれまでにあれだけのことをやるっていうのはすごいね。そういう世の中認められたわけじゃないんだよ、うん、
しみ。生命感にあふれた彫刻とロマンに満ちた真摯な生き方を伝え残していきました。その短い生涯に前例をかけて獲得した生命の芸術は時代を超えて人々に語りかけています。先頭には永遠の芸術を象徴するフェニックス不死鳥が空に向かって羽ばたき、鐘の音は荻原守衛の聖地安曇野に鳴り響いています。